私が寝ている間にシーザーとバーニスが賭けをしたそうですわ。あの二人一体何を賭けたらテレビに大穴が開いちゃうんですの。うわ、そんなことがあったの。まったく。こちらのビデオだって本当はお持ち帰りして見るつもりでしたのに。そういうことなら私お誘いしちゃおっかな。ルーシー、うちの店で一緒に見ない？あなたたちのお仕事に差し支えないのならありがたくお受けしますわ。ドラマに出てくるボンプですが、ずいぶん大きくなりましたわね。ルーシー、子供の頃このドラマ見てたの？別に何も不思議なことはないと思いましたよ。私の世代なら誰もが通ってきたご長寿ドラマですもの。子供の頃はなんてバカバカしくて筋の通らないストーリーだろうと思ってましたわ。会社のプロジェクトを放ってまで子供のサマーキャンプについていくバカ親父がどこの世界にいるのかと。私の友達、仮にパーティーで知り合った同年代の子たちをそう呼ぶならですけれど、彼らと一緒に郊外をツーリングするなんてことも手ほども想像できませんわね。もしドライブがしたいなら私が連れてってあげる。言っとくけど私は早いよ。あのザ・カールズの馬鹿げたボンプみたいに車の中でヘドマンしながらトンチキな歌を披露する趣味はありませんことよ。私とかっ飛ばしたいのならあなたが私のバイクに乗ってくださいまし。プロキシさん、そっちを見てはダメですわ。そう、このままお話を続けるんですわ。間違ってもあのスーツの男を見てはダメですわよ。急だな。いいよルーシー、何を話そっか。何でも構いませんことよ。あなたが好きなことでも話せばいいですわ。映画のこととか何かしらありますでしょう。私が映画好きだって知ってたんだね。そういう物言いはよしてくださる。まるで私が普段からあなたのことをとっても気にかけているみたいですわ。あなたはビデオ屋を営んでいて毎日映画に囲まれている。映画が嫌いならそんなことするわけがありませんわね。誰しもがそうですもの。人は自分が耐えられる人生しか選ばない。仮に耐えられないとしても戦うか逃げるか、戦ってから逃げるかのせいぜい三択ですわ。決してその場所に甘んじることはしませんものね。それってつまりルーシーみたいに？そうは言ってませんわ。プロキシさん、いささか立ち入った話になりすぎてしまいましたわね。私はバーニスと違って友達と往来のど真ん中で人生観を声高に語らうタイプではありませんことよ。お、嬉しい。私とルーシーはもう友達なんだね。友達ではないとしたら一体どんな関係だとおっしゃいますの。どうしたのルーシー、顔が赤いよ。それは暑いからに決まってますでしょ。郊外よりも市内の方がずっと暑いと思いませんこと。
もう遅くなってきましたから、私はお先に失礼しますわ。次に私があなたを用事で訪ねるときは断るなんて許しませんわよ。当たり前ですわよね。友達なんですから。
ルーシーお嬢様。ほん、失礼。この呼び方はお嫌いでしたね。失念しておりました。それだけではなくてよ、私はっきりと言いましたわよね。私の友達に粗相を働こうものなら、うちの3匹のひずめ跡が顔面に残りますわよと。まだあなた様が幼き頃、それはそれはお姫様のようにお優しかったこと、私は覚えております。今はトゲトゲしい上着を召しておられるからといって、そのようなことはきっとなさいませんよね。言葉に気をつけないと、あなたの大事なところにトゲをぶっ刺しますわよ。おお、わかりました。あなた様は本当に変わってしまわれたのですね。ふん、わかりゃいいんですわ。モンテフィーノ氏が予見した通りでございました。あなた様は本当にあのお方とよく似ておられる。あのお方もまたあえて吹聴されこそしないものの、荒っぽい青春を過ごされていたのです。一体それが私と何の関係があるって言うんですの？モンテフィーノ氏はかつて一度だけ家を出奔なさいました。そして10年の月日が経った後、あのお方は自らの責任を全うすべくお戻りになられたのです。10年に及ぶ無頼の時は、モンテフィーノ氏に強靭な意志と枠組みにとらわれない知略という、後にあのお方にとって武器となる素質を与えました。そんな話聞かされたこともなくってよ、どうして今になって？それだけではありません。あのお方は放浪の最中、生涯の伴侶、つまりあなた様の母君と出会われたのです。それゆえにあなた様がこちらのビデオ屋の店長様と懇意になさっていると知ったモンテフィーノ氏は、私に特別の干渉を控えるよう命じられました。あのお方がおっしゃったように、恋人であれ友人であれ、真に深い関係というものは困難の中で育まれるもの。いずれあなた様も覚悟をお決めになられた時、数えきれないお仕事に直面することとなるでしょう。そして書類に追われる真夜中には、温かい抱擁を必要とするはずです。ヘルバ、アルボル、ラテレム。血が上ってますわ。わざわざ伝言役を送り込んでまで私に指図するなんて、そんな資格などないとお父様はいい加減知るべきですわね。空っぽな大人ほど子供を通して自分の人生を追体験したがりますのね。あいにく私は誰のコピーでもありませんわ。私はルーシー。何を愛して何を憎むべきかはよーく分かってましてよ。憎むべきものに決して膝を折ったりなどしませんわ。私は自分が愛するものとずっと一緒にいたいんですの。郊外の星空、バイク、永遠の勝利、仲間たち、もちろんそれには、あなたも含まれてましてよ。これは一度しか言いませんことよ。やっぱり聞こえなかったなんて許しませんから。Thank you.